はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをやっていきたいと思います。電話のじいさんがバナナがどうちゃらこうちゃらって言ってたんで、ちょっと情報収集しますか。歌が好き、リンクは何が好き、いつも言ってんだろ、女の子が好きだと。そしたら関係なさそうだな。あ、これここ行けるじゃん、よくよく思ったら。死ね、何外れたか。まあいい、見逃してやろう。夢の祠、これこんなところで寝ようと思わないだろう、寝つけないっしょ。お、埴輪がいる。え、なこいつ決めすぎる、いったー。ちょ待って、いけ、埴輪強くね、なんかすげえヒットモイント減ってんだけど。あ、オカリナがある、時のオカリナがある。落とすとかこいつ、いや無理だ、ちょっとわかんねえから撤退しよう。うわ、なんか体力の減った夢だった。この家の中とかちょっとハートが欲しい、また例によって。釣りとかも全くやってないし。壺、家に入ったらとりあえず壺を割る。くらえ、外したか。なかなか壺難しいね、当てんのが。あ、おお、いずれ山で遭難するっすよってなった、それ何このネタバレ感みたいなの。まあ、関係なかったね。じゃあ、あ、ハトハト、なんだっけ、タロンだっけ、こいつの家に行こう。あ、バナナ食ってる、タリンだった。腹が減ったで、浜辺でバナナをもらってきただよ、もぐもぐ。リンクも欲しかったらもらってくるとええだよ。浜辺か、じゃあ行こう。浜辺そんなのあったっけ、バナナくれそうなやつ。サルがいる、こいつがバナナ投げてきそうじゃん。てか家がある、こっちに行こう。ここバナナあるじゃん、ここ。なんだこのワニ男は。缶詰、缶詰ちょうだい、あげるよ。え、これでもしかしてさ、バナナと交換すんの。缶詰イベント必須だったの、寄り道かと思ったけど、缶詰ごと食ってるし。これはうまいわ、バナナあげるな。タリンはどうやってさバナナもらったんだろう。な、俺だけドッグフードとさ交換させられてんだけど。え、バナナゲットして、え、じゃあ城の黄金の葉をまた求めに行きますか。あ、そうだそうだそうだ、なんか爆弾とスコップ手に入れたよね。ここを今穴が開いてるから爆弾置いてみよう。開いた。あ、妖精か、ま、元気だからね。ま、妖精もなんか別にそんなに可愛くはないよね。ま、普通可愛さ要素が、あれ、これこっちなんだ。爆弾で破壊できるかな。破壊した。お、道が開けたと思ったら、ここ来たことあるよ、これ前回来たとこじゃん。
って爆弾は無理か。こっち側は来てなかったよね。あ、来たか。あれか、城があったところか。カナレット城、爆弾で破壊できないかな。城門無理か。多分迂回してなんかどっか爆弾で破壊していくのかな。猿がいる。こいつバナナかな。わざわざ正面で話しかけるんだ。バナナおいらにくれ。いいよ、みんな集まれ、お礼するぞ。え、何？どっか。こいつしかバナナ食ってないのになんでみんな手伝ってくれるの。っていうかさ、これ橋かけてくれた。マジ必須イベントじゃん、バナナ。橋の出来上がり、さらばだウッキッキー。マジか。あれ、何これ、しかも変な手に棒切れ。まあ一応もらっておきますか。もらっておこうって言ってるんで。こっちはもう確実に行けないから進んでいきますか。こうやって城の中に入んの。あれはないしね、その海に潜れそうなやつ。黄金の葉っぱが5枚って言ってたよね。スコップ、そう、スコップもセットしておく。3つセットしておきたいんだけど、ここでいいか。やっぱジャンプは常にしておきたい。掘れねえし、ここ怪しくない。あ、掘れねえし、掘れる。え、あ、掘れたか。難しいんだけど。あ、電話がある。また一応聞いとこう。電話役に立つっちゃ役に立つからね。葉っぱが5枚。カラス、お城のカラスが怪しい。脅かしてみてはどうかな。なんでそんなこと知ってんの、カラスとかさ。あれ、ちょっと待ってね。あ、こっちはいけないか。城内に潜入しよう。またこれか、ジャンプ。ここジャンピングがマジで必要になるからね。この羽はやっぱり常時セットしておくだけ。これあったよ、基本的にこういうやつだって。立ってガードすれば何、隙が生まれる。やだ、うわ落ちた。くそ、無駄だっけ。何、警戒しやすい。倒した。あ、葉っぱやった、1枚目。黄金の葉っぱを見つけた。あいつが持ってたのか。後ろ向いてるか。何、疲れたか。城内に突入しちゃっていいかな。これ開けられる。開けてさ、ショートカットにしようよ。え、これさ、やった後もさ、掘れる、掘れるじゃん。一応まずその城の周りを見ておきたい。ああ、あれがカラスか。脅かすってことは、結局さ、ゴブリンがさ鎧着ただけじゃん。これは何か、脅かすってもしかしてこれで。ほら、ゲッ、あ、倒せる。怖い、倒した。カラス殺すのか、ちょっとひどいよね。で、2枚目、こういうとこはない。端っこは、待って、出てきた。食体があるんだよね。特に意味はなしか。そう、食でいっぱいあんじゃん、よく見れば。あれ、草とか復活してんだけど。まあいいや、中に行こう。いや、もう完全にこれダンジョンだぞ。はい、チェーえ、あ、もう力のかけらか、びっくりした。あ、なんだ、え、どういうシステムだよ。これ3枚目か。ただ
あと2枚か。何？攻撃をしてこないと弾けないの？スイッチとかは。あ、これで扉が開いたのか。まあまあまあ、帰りは楽ちんだ。どういう城なんだったっけこれ。上に上がりますか。ん？ここもなんか怪しいよね。っていうかひび割れてるし、ちょっと変えるのが面倒っちな。っぽいっぽい。っこしげっ外れ。いや、倒せば出てくる、信じてるぞ俺は。出てきた。あと1枚。奥かな。そうするとあいつも怪しいよな。てかどうやって行くんだ。一回外へ出る。で正面。何？閉められた。とりあえず壺だな。お、爆弾ゲットした。てか爆弾も買っておかなきゃいけなかったね。何？いける？いや、いけない。爆弾破壊できるかこれ。いや、破壊できないよね。え、何これ。爆発する？これなんか持ってる間あれじゃん。え、わかんねえ。スコップのわけないしね。え？いや、無理だよな。もうちょっと周りを見よう。結局これでも下に行っちゃうしね。いや、やっぱりここか。閉められました。壺オッケー。単純だった。で、多分こいつを倒せばいいけど、待ってね、ちょっとガードしよう。よし、ここだ。ゴリ押そう。結構攻撃力が高い。防御力も高いし。よし、5枚ゲットした。最後の1枚を手に入れちゃったぜ。リチャードのところへ持って鍵のこと聞こう。え、なんて言った？鍵のこと聞こうって言ってた？そんな話だったっけ？で、これこのまま飛び降りて即帰れるからね。OKOK、OK OK、で、リチャードどっから行けばいいんだっけ？そもそもどう来たかあんまり言って覚えてない。この細い道通ってきたよね、そういえば。穴ぼこ畑。結局畑に行けないんだよな。あそこに階段がある。なんか新しいアイテムを手に入れないとちょっと先へ進める気がしない。葉っぱが全て揃った。カエルの像を動かした前、僕からの俺の印だよ。え？どういうことよ。敵がいるし、あいつこんなとこに住んでる。ジャンプして、ジャンプしたところに敵がいた。貝殻ね。貝殻全然もう気にしてないからな。で、上がって、まだ続いてたわ、ダンジョン。ゲッ！え、何？ガードしてもあるか。爆破しよう。何？これはあれだな、多分。敵の形になってる時に爆破しないと、この形になってる時に爆破しないといけないんだな。まあ、仕方するけど、ゲッ。ゲッ、ひどい。こうやって進んでいけと。
応全部借りておく。あばあばあば、落ちろ、落ちた。して。はい。え、これってどこ行くんだって。ハートのかけらは上にあったけどさ。ジャンプしてくる。ジャンプすればどうってことなくない？確かに思ったけど。何？いけない。これ斜め。斜めも微妙に切れるから。これで穴があったらちょっと嫌だな。あのハートのかけらゲットしたい。え？2個分いけんのこれ。ジャンプ！うわー、いけるんだかいけないんだかわかんねえ。ジャンプ、いや無理だなこれ。ダメだ、諦めよう。え、クロウがいるけど、え、こいつと話すだけ。足元に秘密ある。あ、スコップか。だからスコップをどうちゃらこうちゃらって言ったんだな。で、これですぐに帰れるよみたいな。おお、なんこれ。ちょ待って待って待って、お前じゃない。スライムの鍵。ウクク草原の入り口へ行こう。どこそれ。そもそもウクク草原の入り口、あ、これか。なるほどね。ウクク草原。そもそも鍵が、え、待って、いけねえじゃねえかよ。そのままいけんのかなと思ったら、これ草があるとさ遅くなるんだよね、速度が。え、マジでどうやって行くんだ。上から行くのか。え、どうやって行ったっけ。一回行ったことはある。リチャードのとこから回って行ったよね。本当に歩くの遅いんだけど。よし、着いた。このくらいの深さだったら、あ、大丈夫だね。行きましょう。また閉められた。これでも壺を当てれば大丈夫。鍵の穴蔵って書いてあったね。爆弾が出てくるってことは爆弾使えってことか。それなりの数は持ってるからね。右も行けたけど、ドクロ戦士で、ここもあれだな、変な床があるから、こいつは倒すと。待って、怖い、え、マジ怖い。何こいつ。え、ちょっと強えんだけど。おお、だいぶ荒ぶってたな。さて、この宝箱、大体鍵っぽいよね。ほら、小さな鍵。んー、選択肢は左かこのまま上か。あー、あっちもなんかあるけど、ちょっと広くなってきたな、ダンジョンの性質が。ひでえ、そんなんあんのか。あの宝箱欲しいけど、ブロック床が色違いになってるからちょっと後回し。ここもなんか怪しいよね。これスコップっていう感じではないから、ちょっともうここスコップじゃないな、ダンジョンだから。ちょっと爆弾置いてみる。なんもないか。なるほど、下に行けるってことね。カギが行かない。待って、どっから行く。1個しかない。左から行こう。え、なんかすげえ外れっぽい。一応ハート出てる。こいつなんだ、マジで強えな。あ、爆弾置いて持ってどうだ。一発では倒せない。
つくらいかな。よっ、あ、届くこれとかね。いや、一回あれするか、ワープさせよう。ワープさせればで、一回手裏剣打ってきたら、ゲーヒで結構爆弾使ってしまったな。ひでギリギリのところでやんないと2発で死んでくれよ。よしで、これでさ宝箱出てこなかったらすげえ悲しいんだけど。よし、出てきた。あ、待って待って待って、鍵大丈夫、あれあんなとこに行ってるけど。うわー待って、ひでー、マジでひでんだけど。え、おお、待って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 、よっしゃーかー、落ちるなかなか凝った作りになってんな。で、またこいつらかを、これ欲しい。力のかけだってさ、バカなのは効果ないよね、どう考えても。くらい、無理か、これ絶対当たんないかな。どんなに急いでも当たんない。倒した。いやいや、待って待って待って、これどうなる。ここにいれば大丈夫。えって結局さ、言っちゃえば何の収穫もないよね。鍵使って鍵手に入れてるだけだから。正しいルート探さないといけないんだな。これは敵が倒さなくていいパターンかな。階段に行けば一緒、別に。床がね、あるところはちょっと鍵が出てくるかもしれないんで、敵を全員倒しておきたい。オッケー。80円か、金は全然ないな。暗い、遠距離、壺で殺す。いや、ほんと広いな。あー、あれの持ち場所持ってないからな。もう掘り寄せる今。なんか矢印みたいになってるよね、下みたいな。そういうことじゃないのかな。またバック簡単にやろうか。3、2、1、で、あっち行け。宝箱で、ほんとご利用してんな。コンパスか。まあいいや。てかさ、前回のダンジョンコンパス手に入れてなくね。まあいいんだけど、ここもう開いてるね。って言ってもこれが聞けないからね、聞き取れない。しかもここ結構広いし、そもそも動かせないか。まあ、動かしたところでっていうのはあるけど。あ、ここに鍵があるね。開いた。どっち行く？開いたところから行くか。あそこ鍵2つ必要じゃん。これなんだこれ、意味不明すぎる。逃げよう。逃げられるっていうか意味ねえし。爆弾か、爆弾食わせんのか。お、いいね。なるほど、これ爆弾がなくなった時のためにあれだ、戻れるようになってんだ。落ちて、よし、倒した。寄せ、こいつの軌道を見ないと。これさ、置くところがいかれてるんだけど。よし、来た。直前で食わせればいいじゃん。あ、ワープゾーンだね。そっか、中ボスだからか。いや、そうは言ってもね、動かせねえし。これは動かせる。いや、動かせるって言っても、こんな一歩ずつ動かしたって。え、
カラフ後ろから取れないからね、このゲーム。ちょ、もう一回。いや、どうすりゃいいんだ。あ、下を動かして上か。で、宝箱。おお、靴手に入れた。ダッシュ、ジャンプも遠くまで届くぞ。やった。で、あ、これ破壊できるかな。調べる。得体の知れない塊、突っ込めば壊せる。なるほど。ショットはさすがにまだか。で、ここも結局、あ、こっち行けんじゃん。鍵の数がないから鍵を集めてこないといけない。あ、無理か、ちょっと強引すぎた。てか爆弾ほい、当たる。これ当たるね。で、2体一気にさ巻き込みたいんだけど、これいけんじゃん。節約。違えた。これなんでたまにさ、よからぬ方向に爆弾を置き出すんだけど。3つくらい必要だったよね、小さな鍵。裏側に行こう。一応ここも敵は全員倒しておく。で、え、あそこに宝箱が出んの。まあいいや、宝箱を出すことに意味がある。この力のかけらが効いているうちに爆弾10個撃つ。何なの本当に。結構長い、爆発するまで長いんだよね。しかも一気に爆発した。てかフクロウのあれがないからなそもそもヒントが危険。あ、矢印のところってもしかしたらさ、突っ込めばなんとかなるかな。右側も行こう。これどうやっていくんだ。あそこがあれだね、壁にひびが割れてるけどいけないよね。これいけねえじゃん、どっからも。うん、爆弾投げるとかいける。ああ、いけた。これね、あー、開い、開いてるよね開いてる開いてる。もう一回あそこ行くか。じゃあ、こっち通って、で、これはいけるはず。ほらほら、いいね。やつらだな。で、ここちょっとダッシュで下やってみよう。意味あるかどうかわかんないけど、いやなー、ちょっと矢印っぽいなーって思ったけど違ったか。で、ここはもう開いてるからね。ハート、ここも。さて、ダンプはこいつらか。これどうなん、当てるか。妖精、荒ぶりすぎだろ。で、鍵3つあれば通過できるかな、そこは。なんかもうちょっと早めにダッシュして。これ1個でしょ。いや、4つ必要か。ここもあったはず。そうだよね、あと1個か。鍵を持ってまた来よう。ちょっと1回最初のところに戻って別のところを探索してみるか。そうだな、1回ちょっとスタート地点まで戻ろう。初心に帰る。で、そもそも右に行ってないよね。
けえ、なにこれ。あ、でもダッシュしなきゃいけないってやつか、多分。うわー、ヒットが返ってきそう。無駄だ。オッケー。あ、で、鍵か。てか、フクロウのこれさ、真ん中に行ったらダメじゃん。ちょっとこれ左から行ってみよう。こいつは邪魔だからな。いやー、こいつ鬱陶しい。あ、これ突っ込めるでしょ。進め。うおー、こいつにダッシュは効かねえ。あ、で結局これやってねえじゃん。スイッチらしきものなかった。あ、で進んでいけばスイッチがあんのかな。で、あれを手に入れられるよみたいな。爆弾って敵も巻き込まれるんだね。え、いけない。え、これって一方通行だっけ。いや、そんなことないよね。びっくりした。反応してくれよ早く。魔力は溜まってなかったのかな。一回使ったらちょっと魔力の補充が必要。あれ欲しい。え、またなんか変なの。くらえ。ちょ、待って、ダッシュジャンプ、これもしかして。ダッシュジャンプ、おお、すげえ。あ、倒せるじゃん、これ無理やり。いいね。これで爆弾の消費がなくなる。ちょっと待ってね、一応全部これ破壊しておこう。まあ、何があるかは分かんないからね、このゲームは。多分なかったけど、ハートをゲット。え、ここボスの部屋じゃん。ボスの部屋っていうか、でもコンパスも反応してる。てか地図も手に入れてねえしよう。一応全部倒すか。で、一旦鍵が出てくるから、この鍵をゲットして、まあ、またどっか行きましょうと。一応ボスへの道は通じたけど、めんどくさ、こう帰んの。いけねえし。待って、死ぬ。ダッシュしろってことか。完全にはまるとこだった。で、そう、まだ一箇所行ってないところがあるよね、あの鍵開けるところで。こっちから行かなきゃいけなかったっけ。ダニハマってんだけど。力のかけらがあるときにさ、ボスとか行けんのかな。上行きましょう。あー、ようやくこれを押すことができる。さらに鍵。ただ袋は持ってない。で、じゃあ最初戻ってみるか。歩いて戻った方が早い。どっちが早い。あ、ちょっと待って、早かった。ここに繋がってたのか。あ、ようやくせっかくだから聞いてみる。遠いところ恐れず走り飛ぶべし。意味ねえ。あとなんかあったっけ。ちょっと一個ずつ見ていこう。ここはもう何もないでしょ。というか地図がないからね。だってここも何もないよね。で、結局こっちに来て、
全員倒してみる。ここいやなんもないと思うけど、なんもないよね。でここも取ったでしょ。来て、これをゲットしたことにより、なんかいけそうなところハート回収しておく。ここもまあ意味ないから来るといってここもくるっといって、ああ、ちょっとここに爆弾くんのところに。聞くだけ聞いてみるか。ん？仇からを持つ者、黒き魔物の内側より攻撃を加えよ。今日は爆弾で攻撃しろってことでしょ。そんなんやったわ。あ、ちょっと矢印袋か。俺が勝手になんかありそうって言ってるとこ。突っ込め。ここ。この上の宝箱だね。なんかヒントくれ。怪しき壁を剣でつつけ、音の違いに気をつけるべし。え、こういうこと？え、爆弾？じゃあ金金金。そういうことか。なるほど。でここが多分あれだね、ダッシュジャンプしないと先へ進めないってとこだけど、これこんなマスもいけんの？おあギリギリでやんなきゃいけないのか。おお、いけた。だいぶ遠くまでいけない。ここでハートのかけら取れるね。そうするとでボスか。なるほどね。これあれかな、なんか地図のないダンジョンとかあんのかな。てかこっちじゃねえし、あれどっから行くんだっけ。鍵1個余ってんだけど、予備鍵用意してくれてんのかな。あれ行ってないとことかある。地図はないけどさ、もう完成してるんだけど。ああ宝箱ここにある。大したあれじゃないのかな。なんかでもさ結構いいものっぽいよね、その置き方が。いいや、ボス倒してまた来よう。ここのボスは爆弾かな。26個。パックンフラワーさらばだ。あ、回復していこう。痛い。でこのまま入ろう。ぷよよーん、壁揺らすなっちょ。あ、そういうこと。出くぞ。絶対目玉弱点でしょ。走れ、突っ込め。あ、なるほど、そういうこと。え、ダメージ当たった。真ん中。え、どういうこと。よくわかんねえけど、よくわかんねえけど、なんかエンタも1個破壊すれば。あ、これって爆弾か。いや違うね、爆弾はだって爆弾なくなったら終わりだからね。クリア不能になるからよく考えたら。いや、なんだろう、本当にわかんない。左右両方ともやんなきゃいけないのか。なんかさ、一回死にたいよね、これ。もうここまで限界値まで来てるから。やべ、当たるだけダメージ食らうから。よし
あとちょっとめんどくさいな。待って。そういう、ちょっとまずいぞこれ。来るときにジャンピングをしとかないと。決めろ。よし、ピタ押した。ピタ押したらダメだな。なるべく正面に立って攻撃を加えられるところに、もう一発なのに。よーし、OK。今までの中でやっぱ一番苦戦したね。よし、ハートの器、ちょっとずつ体力が増え始めてきた。で、ここはなんだこれ、ベルか、海ゆりのベル。滝の中に隠されている。なんか最近フクロウ来ねえなって思ったら来たわ。セイレイの楽器はいくつ集められたかな。8つの楽器を奏でるとき風の魚は目覚める。その時こそ坊やはこの島を出ることになろう。ヤーナ砂漠に来なされ。砂に住む黒き魔物が行く道の手がかりとなろう。魔物が、じゃあちょっとここ入っけ。もしかしてさ、ちょっと思ったんだけどさ、こう宝箱あったじゃん、あれ地図なんじゃないか。あれどこだっけ、ここだっけ。あ、めんどくせー。いや絶対地図だよこれ。いらない、帰ろ。いちいちスイッチをセットしてまで行くところではない。というところで、じゃあ楽器を手に入れましたので、今回はここで終了して、次回は砂漠の方ですね、向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。